皆さんこんにちは、松田恵里奈です。最近ジメジメしたり暑い日があったりしますが、体調は大丈夫ですか？私は毎日元気です。今日は道下キリナさんからジェスチャーバトンを受け取りました。道下キリナさんの答えは電車での居眠りです。私も一人で電車に乗るとついうとうとして寝ちゃいそうになります。今日は私もジェスチャーをしたいと思います。ぜひ考えてみてください。わかりましたか？次は木下真中さんにバトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。